青もいいけど緑かな。あ、いいね。紫のキラキラ。紫いいね。紫のキラキラ目がいい。アニメとか人形とか。そうね、人形とか。Hey guys, it's Cat the Cat on Ask Japanese. Today we went to the streets of Tokyo and we asked Japanese people about eye colors. I've heard a lot that Japanese people are a little bit envious of Western eye colors. Let's find out if that is true and go and ask Japanese. Don't forget to subscribe to our channel so don't miss any future videos that we do here in Japan that go out straight to you wherever in the world you are. So let's go and ask Japanese.海外の人によく見るとなんか目がの色が羨ましいって聞くんですけど、そういうありですか？目の色が、まあ、ね、日本人とかは黒だったりちょっと茶色がかってる人が多いたりするんですけど、やっぱり多分憧れっていうのがアニメとかだとなんかよくね、その目の色が違うのが多いんですよ。緑とか青とか赤とか、多分それに憧れて外人がその遺伝子で多分そういう目をしているから多分いいなっていう方が多いかなって俺は思うんですけどね。羨ましいなと思ったことありますか？ありますね。なんか青い目とかすごい綺麗だなって思ったりして、うん、まあね、自分に似合うかどうか別な話なんだけれども、いや、いいなと思います。じゃあ選ぶなら青ですか？僕は青ですね。選ぶなら、選ぶなら青もいいけど緑かな。あ、いいね。このアニメのキャラクターがなんかすごかったらなとか、目がすごかったとかありますか？目がすごかったらっていうか、あれだよね、もう完全にその 目のなんかあれが主体になってるアニメがあるから、ナルトのシャリンガンだったりリネンガンだったりそういうのがあるから、それはそうそうそう、それはまあ憧れた時はありましたね。そういうのあればいいなっていう。好きな目の色を今聞いてるんですけど、なぜかというとなんか日本人結構他の人の目の色を憧れて聞いてるんですけど、原因は何でしょう？ブルーの目とか綺麗ですよね。すごい綺麗、うん、ありがとうございます。好きな目の色ありますか？ブルー。なんか好きな目の色ある？紫のキラキラ。いいね、紫のキラキラ目がいい。なんか目がすごい派手な目とかが結構日本に人気になってるんですけど、原因は何と思いますか？あの、目が大きく見えるからですかね。あ、カラーコンタクトをつけると、うん、つけると 目の玉が大きく見えてパッチリするから、目が悪くない人でもつけてる、うん、つけど、それはありですか、なしですか？ありです、ありです。あります、それはあると思います。なんでですか？やっぱり綺麗だ、うん、綺麗。日本人って真っ黒じゃないですか。ですけどなんか色が青とか緑とかあったりするとすごい綺麗だなって思う。羨ましい。じゃあの、自分が超でかいクルメにするか色がある目にするか、どっちにしますか？それはデカ目かな、うん、デカ目。それはでかい。あの、見る分にはいいんですけど、自分はやらない。やれ。じゃあもし明日起きて違うの目の色がもらうことができたら、何の色がいいんですか？青がいいです。青。なんでですか？めっちゃ憧れです。もうずっと前からなんか漫画とかでよく青目っているんで。グレーとかがいいです。もう薄くした感じがいい。やっぱり髪の色とか、髪が黒いのに 青いのちょっとおかしいかな。うん、なんか緑です。した方がいい。日本人の方がコンタクトしてるって聞いてたんですけど、なんででしょう、そういうカラーコンタクト？目をでかく見せるため。私も今入ってる。私わかんないです。裸眼です。黒い部分はコンタクトです。あ、緑は自分の髪。めっちゃ綺麗。OK、点数上げてください。何の点数をもらえますか？もう100点です。日本人が他の人の目を憧れる原因が何だろう？アニメじゃない、やっぱり、うん、そう思います。私もそう思います。青、赤、緑、黄色はない、うん、黄色ない。青、赤、ね、あ、オットアイとか。私の目が何の色分かりますか？緑っぽい。緑です。で、結構言われてるのはなんかいいなとか羨ましいなとか、日本は海外の目ちょっと羨ましするんですかね？うん、羨ましい、めっちゃ羨ましい。なんででしょう？
綺麗。青かったり、そう透明感がある、うん。透明感があって、なんだ、なんかね、うん、そう。目の色が憧れてはどこからできてきてるんですか？もともと原因は？有名な人とか憧れの人がやっぱり外国の人に憧れ抱いてるからそれで羨ましいなと思います。 目がすごいと思った外国人がいますか？ベッカム。ベッカム好きです。ベッカムの目の色は？茶色？逆に同じじゃないですか。普通にいろんな人見てても例えば暗い茶色だとしてもなんか外人だと日本人と違ってめっちゃこう透き通ってる感があってみんな綺麗です。本当にみずみずしい。影響はもしかして有名な人他の影響もありますか？そういう違う色の目がにぎわってるってアニメとか人形とかフランス人形とかそういうのが目が可愛くてそこで憧れてるのかなっていうのあります。今ちょうどコンタクトしてるんですけど今何の色のコンタクトですか？今はオリーブ色ですか？なんか海外の人の目憧れたりとかしてますか？します。綺麗ですよねやっぱり眺んで、うん、自分が真っ黒だからすごい羨む透き通ってて綺麗だなって思います。じゃあどのなんか原因とか印象とかアニメ、漫画、ゲーム、芸能人どこからなんですか？その好きな気持ちはどこから生まれてるんですか？僕はもう生の外人さんですね。外国人とか目綺麗やなみたいな思いながら、はい、どうでしょう？ハリーポッターの主人公の人がめっちゃ目綺麗だなと思います。そのもし明日起きて自分の目の色を変えることができたら何色にしますか？黄緑です。黄緑っていうかもうちょっと抑えなんか色を抑えた感じの黄緑。なんで黄緑ですか？黄緑好きだからです。いや僕お姉さんぐらいがいいです。あ緑そうれしい。ありがとうございます。青いいんですけどね、青はちょっと違和感やばすぎるんで、はい、絶対そのぐらいがいいです、はい。目の色にコンプレックスあったりしますか？いや僕は大丈夫です。全然カラコンもつけないんで、はい、いや特に人より真っ黒なんでそれは好きだったりします。カラコンつけちゃうんでなんか意味ないですけどそれ好きですね。一応今ねちょうどコンタクトしてるんですけど今コンタクトの色は何ですか？なんだっけこれ、アッシュブラウンみたいな、はい、若干なんか黄緑黄色ちょっと明るい。そうですね、はい、ちょうど聞いてるんですけど、はい、なんか日本人結構海外の目好きそうなのでその原因は何でしょう？透き通って見えるからお姉さんみたいなひまわりみたいに見える目が羨ましいです。なんででしょう？かわいいから。結構そういうみんなが憧れてる原因とかは何ですか？テレビとかですか？テレビ？なんかモデルさんとかだよね、うん、ハーフのモデルさんとか見て、うん、あいいなって思うよね、うん。じゃあもし明日目の色変えることができたら何の色に変えますか？この色。どれにしますか？青。がっつり青で、うん、青で青はちょっと奇抜。顔には合わない。なんかもう本当にハーフ顔だったら青がいいなっていう憧れ。OK ですか？はい、すべての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK。Okay, so eye color has been the thing that has been discussed in the years before. There was actually a really big boom and loads of girls were wearing different colored contact lenses here in Japan. It's gone down a little bit. I can see generally the natural look, which is a big thing, which pretty much just makes your eyes larger or a little bit brighter shade of brown, what I've been seeing quite a lot. But how is it in your country? Do people actually wear colored contact lenses when it's not costly, just like for fun, or to make their eyes look larger? Let me know. For example, right now I have actually the contact lenses I'm wearing right now, they help me see. So they have my strength in, but also there's a dark ring around my eyes, which means it gives them just more intensity. So I have green eyes and I just add a dark circle around it. Just makes my eyes pop more. I like wearing it. That's one of the things I actually do. And then other days when I'm on my off days, I just wear glasses. Yes, I do wear glasses. Oh dear, yeah. I actually put up a post about glasses, yes or no, on my Twitter the other day and I had really good reactions from you guys. So thank you very much. Come over to my Twitter. It's
@MarkDewitt Cosplay Girl. And also hashtag AskJapanese is with anything you would like to discuss with us or ask. Please leave us a message on hashtag AskJapanese so I can find those on Twitter and answer to your comments. On that note, let us know, call it contacts in your country, a thing or not a thing. Looking forward to reading your comments. And as always, please leave a big like. And if you're new to our channel, please subscribe for all the other fun from Japan. Hope you have a lovely day and I'll catch you soon on AskJapanese.